どうも、小池でーす。どうも、トイです。今日は皆さんにちょっとお知らせがありまして急遽動画を撮っているんですけども、はい、僕たちは去年から準備を進めてまいりました小屋フェス2020として、カタルシスっていうものを、東京と大阪でやる予定だったんですね。東京が今月の14日、大阪が今月の21日だったんですけども、まずね、東京の方がなしになっちゃって、というのも先月の2月26日に発表された政府のね、自粛要請っていうものが、2週間をめどに、自粛してください、大型イベントはっていうことを言われてたんですけど、2週間の外側にあるんですよ、14日って、でも実際ディズニーがとか USA がとかっていうのも15日まで自粛してる中で、やっぱこう楽しめない雰囲気っていうのもあるし、何かあってからではちょっと嫌なので、それはもう中止にしようと、ね、発表したんですけども、大阪は21日ある程度余裕があるから大丈夫かなとも思えるんですが、ここ最近でもコロナって収束する目処があんま立ってないのと、大阪のライブハウスで軒並みその、感染者がこう出ちゃったこともあって、やっぱ行きたいけど行きにくいっていう人もいるし、会場でしか買えないグッズとか僕たち会いたいって言ってくれるクルーもいるから、無理してでも来てとか、体調悪くてもなんか行っちゃおうってなって、そこで免疫が下がってるのになんか感染するとか、コロナじゃなくてもなんかインフルエンザや風邪にかかっても嫌なので、今回はちょっと本当に残念なんですけども、小屋フェス今月の開催2会場分は両方とも中止にさせていただこうと思っております。はい、中止です。楽しみにしてくれた皆さん申し訳ございません。もう本当にね、なんとかできる方向でとは考えたんですけども、なんかあってからでは遅いっていうのと、やっぱね、僕たちもフェス大好き人間なんで、調子乗っちゃってね、何か迷惑かけてからも遅いし、やっぱ僕たちだけじゃなくて小屋ちゃん来るの健康、それとも家族とかで会場の人たちやスタッフの健康まで考えると、とても僕たちだけがやりたいからやるっていうのはわがままかなと思うし、先ほども言った通り、もし開催できても 100% 楽しめないとか、遠出で、ここまで来るまでに感染のリスクがあって楽しめないという人も出てきちゃうと思うので、今回はね、潔く中止にしようと、もう延期ってことも考えたんですけども、やっぱりいつ次ができるかわからない、目処が立ってない状況で、お金をいただいたまま延期するっていうのは僕はちょっと嫌なんですね。だ、一旦もう白紙に戻し中止にするんで、払い戻しをねさせていただこうというふうに思っております。はい、購入していただいた方にはね、そうです。で、詳細は概要欄、申し込みにされたホームページとか、で、ツイッターや、LINE アットでもご案内します。で、申し込まれた方には個別でメールでも、ご案内いたします。そうですね。はい。なので、ちょっと見といてほしいんですね。払い戻しの仕方とか、それ書いてあるんで。で、次に、今後の小屋フェスなんですけども、一応今のテレビとかの情報によると、コロナのピークって5月ぐらいまで続くらしいと、言われて、しちゃってるんですよね。だから4月に5月にってことは到底ちょっと計画できないんですよ。はい、でその代わり夏ぐらいには収束するのではと言われているので、その収束の目処が立つんであれば、6月や7月もしくは8月、夏の時期にリベンジ開催したいなというふうに思ってます。いや本当にそう、準備してきたこととかももったいないっていうのもあるんですけども、やっぱ聞きたいよね、大月真紀さんの生歌とか。いや、それ聞きたいですよ。で、僕たちもやっぱ会いたいよ。もう去年のね、大忘年会の時は僕サプライズで行ったけど、2人が元気な姿でみんなの前に登場してるって、去年の8月なんで。そうそう、100人を超えるイベントはね。そうそう、1年も経っちゃうから、僕たちもクルーに会いたい。だから、必ず開催します。で、今想定してる今月開催予定だった小屋フェスを絶対超えていこうと思ってるんですよ。だからこれを準備期間とね、前向きに考えて、もっといいものをお見せできるようにするんで、信じて待っといてほしいです。というのが僕たちからのお知らせとお願いでした。はい、で、せっかくね、小屋フェスに向けて準備を進めてきた中で、覚えてるかな？こちら画像今出てると思うんですけど、ログブック2。僕たちが今年の1月に11万1111人を達成したんですね。はい。はい。もう信じられないですよね。いや、もう大変なことですよ、これは。うん。去年の1月、初めて小屋フェスを開催した時には、まだ3万人行くか行かないかっていう時期だったんですけど、そっから8万人ぐらい増えたってこと。当社費で3倍ですからね。なんでそれボケるの？ちょっと真面目な回やね、ほんま。何をしてスタッフもめっちゃ冷たい目で見てるやん。そうそう、空気で疲れてきたから。あ、そうなんや。そう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 。ネガティブなことばっかりしないからね。そうそうそう。そうそう。で、そういうこともあって、ログブック2どうしようかなって考えたんですけど、来た人にね、もちろん特典として、次リベンジ開催した時に形になったものをお渡しすることは絶対お約束したいんですけど、もちろんです。
せっかくみんなでお祝いのね雰囲気でこう記念に作った僕の本なので、はい、無料で開放します。よいしょ。はい、今ほらあのいろんな、なんだろう、まあ、出版社さんが、ね、あの春休み応援キャンペーンみたいので、うん、無料で公開してるよね、うん、そうそう、そのワンピースだったら60巻まで無料で読めるとか、そうそう、ジャンプだったら 1号から13号まで無料で読めるよとか、うん、だから僕たちも一応エンターテインメントの仕事をしてるんで、うん、何かみんなになんかこの時期だからこそできることをしたいなって考えた時に、そう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 、もうアコギなこと言わんと、うん、ログブック2を全員に配布します。します。そうです、まあ、ただ全員に冊子として配っちゃったら、うん、ちょっと問題なので、はい、あの電子書籍としてダウンロードできる形にしようと思ってるんですよ。します。だからお使いのスマホとか、はい、タブレットで読めるように、まあ、フォーマットを作り変えようと思っていて、はい、その配信日が今月3月の21日にします。はい、コアフェス大阪の、まあ、開催日、そうですね、ということでそこで、無料であの公開します。はい、なんでちょっとでもみんながそれ見て、あ、元気になってくれたらいいなっていう思いをまあ込めているので、ぜひあのダウンロードして見てやってください。はい。はい。みんなが撮ってくれた写真とか思い出とかもその中に綴られてるし、みんなからリクエストを募った企画もあの満載して載ってるんで。はい。で、もう一個それに関連して、あの僕たちの曲、ウルトラソウ、まあ彼がボーカルやってる曲が、歌いました。こちらですね、あのなんと3月の14日に公開となりました。よいしょー。これね、本当にね、めちゃくちゃすごい曲ができてしまったんでね。なんてなんてなんて。めちゃくちゃすごい曲ができてしまったんでね。おーおー、これもう3月14日に、まず MV 公開して、はい、でも発売もその日ですか？いや、しません。発売しないのね。発売はしません。あの、カット、まあ、カット。いや、いいんですよ、いいんですよ。はいはい、まあ、いずれね、あの、動画の中にも言ってるんですけど、好評だったら iTunes で配信したいなって言ってるんで、うんうんうん、あ、段取りをね、壊すような発言が今ありましたことをお詫び申し上げます。はい、はい。まあ、14日っていうのはもともと、あの、公開はね、ちょっといつにしようかとは言ってたし、はい、まあ、しなくても、まあ、サブチャンでしたらいいかとか思ってたんですけど、うんうん、まあ、3月14日ってもともと荒野フェスの東京の日なんで、はい、そこでもなんかちょっと一体になれるようなものが、まあ、あったらいいなと思って14日の配信にしました。ついにね、はい、世に出るかと思うとね、ニヤキが止まらないですね。そうです、今ね、小焼きスタジオの方のエンディング曲になってますウルトラソウが、そうそう、あの MV があのフルで公開されるようになってますんで、ぜひあの14日の18時は楽しみにしてください。でもこれ本当にね、とんでもないものができてしまったんでね。そしてその1週間後の21日には、はい、あのログブック2があの無料で開放されますので、皆さん見てくださいませ、はい、お願いします。で、あと最後に、はい、僕たちの、ね、思いをまあ伝えたいと思ってるんですけども、うんうんうん、優しいんですよ、みんな小屋ちゃんクルーが。そう、だから小屋フェスを申し込みしてくれた方も、お金返金いいですとか、そうそう、取っといてくださいっていう人もすごいね、そうそう、DM ももらったし、うん、ツイッター上でもすごい見かけたし、スタッフにもメール届いてるんやって、はい、でもね、僕たちは一切それを、ね、受け取る気はないんで。そうなんです。そうです。楽しませて、はい、そのやっぱお金をいただかないといけない、まあ、対価なんでね、やっぱりね。そう、しかも YouTube って誰しもが無料で見れるツールの中でみんなに元気をお届けすることが、はい、そもそも YouTuber の僕はもうなんか使命みたいに思ってるんで、ね、実際かかるお金の分はそのイベントでいただくとしても、やらないものに対してお金は僕らを受け取ることは絶対したくないので、はい、でその代わりですよ、コヤフェスの今回のカタルシスツアーで、うん、販売予定だったグッズを急遽この時間をもちまして、僕たちの EC サイトの方の TK オンラインで発売を開始しました。はい、します。はい、本当はね、会場でこう直接手渡ししたかったんですけど、はい、まあ無理なので、うん、せめてね、何かこう応援してくれよっていう意味合いを持ってくれる方は、その TK49、まあ、概要欄にリンク貼ってますんで、そっちでなんかグッズを買ってくれたら嬉しいです。そう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 、もうチケット分のグッズ買ってくれたらね、そう嬉しいですし、嬉しい、まあ、次リベンジ開催するときにそれをね、なんか T シャツとかもあるんで、そうそう、着てくれたら嬉しいですし、なんかね、買ったよみたいなのをツイートするのを見てると、僕たちもなんか、うん、あ、よかったなって、なんか開催はできなかったけど、うんうん、まあ、みんなで一つになった感じはするなってまあ思うんで、そういう意味合いも込めてね、 TK ブルームシップっていう、まあ、船をデザインしたんですよ。そうそう、みんなでこういう状況を乗り越えていく船が必要だろうと、うん、だからもうくしくもこういうタイミングでそういうグッズも出たんでね、うん、ぜひご興味ある方はお買い求めください。はい、またね、買ったよとか来たよっていう人がいたらぜひツイートしてお知らせしてほしいです。そう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 、まあ、ちょっとね、家にやっぱね、最近引きこもりがちだと思うから、みんな、うんうんうん、まあ、ちょっと気分変えて T シャツ着てね、まあ、心機一転な気持ちでね、新生活を迎えてくれたらと思いますね。何新生活って。いや、4月から新生活やから。せやけどさ、なんだそのまとめ方。まあ、今日はもう小屋フェスを中止しますと、はい、いうことで、また振り返りとかがもう ある程度目とか立った時点で、またツイッターや LINE 後でお知らせさせていただきます。お願いします。はい、絶対ね、夏再開しましょう。はい。
はい、そんなわけで、お知らせ動画でした。はい、皆様不要不急の外出を控えて、YouTube こえちゃんこえちゃんスタジオ再生よろしくお願いします。それでは See you! Bye!